小金雲カジキクモ合戦は、鹿児島県姶良市カジキ町において、毎年6月の第3日曜日に開催される、小金雲同士を戦わせる伝統的な昆虫相撲の競技である。高さ1.5メートルの竿の上端から水平に張り出した横棒がクモ合戦の舞台となる。横棒は太さ1センチメートル、長さ45から60センチメートルの竹が使われており、 日もしと呼ばれる。まず、横棒の先端に、構えと呼ばれる雲を待機させる。次に、横棒の竿側に、仕掛けと呼ばれる雲を待機させる。両者が糸を棒につけた後に、仕掛けの雲を追い立てて、回戦となり、上下と袴をつけた行事が戦いを取り仕切る。以下の技を決めた雲が勝者となる。互いに繊維がなければ、引き分けとなることもある。 合戦に参加する小金雲はすべてメスであり、大会の1ヶ月前に種として、薩摩半島南部や大隅半島南部で採集される。参加者1人当たり100匹前後の雲を採集し、自宅のには小屋、あるいは屋内に巣を張らせて飼育する。餌としてハエやカナブンなどが与えられ、大会10日前に10匹前後の雲が選出される。足が長く、産卵直後の雲が強いとされている。 大会の3日前から餌を与えず、当日は網袋に入れて会場まで運ばれる。強い雲が採集できる場所は、各参加者の秘密とされることが多く、飼育方法にも様々なノウハウがあると言われる。小金雲は現地では山子と呼ばれており、雲合戦に熱中する人は山子っきゅっと呼ばれる。一般には、百九十二年の文録、慶長の役に際して、 島津義弘が兵士の士気を高めるために始めたとされている。しかしながら、このことを記述した古い文献は見つかっておらず、1925年6月27日の鹿児島新聞による記述が最初のものである。雲合戦の風習は子供たちの遊戯として、フィリピン、タイ、マレーシア、中国、韓国にもあるとされているが、定かなのはフィリピンのものである。 日本においては、九州、四国、中国地方を中心として、南西諸島から房総半島や佐渡島に至る海岸沿いに伝えられてきた。鹿児島県においても古くから雲合戦が行われていたと考えられている。しかしながら、日本国内各地における雲合戦の風習は、第二次世界大戦以降急速に衰退した。なお、関東地方では、小金雲ではなく、 ハエトリグモの一種猫ハエトリのオス同士を戦わせる遊びが現在も残っており、神奈川県横浜市では本地、千葉県富津市ではく地という。横浜市の本地は2019年に市の地域無形民族文化財に登録され、伝統文化継承の試みがなされている。カジキ町の雲合戦は特に盛んであり、子供たちだけでなく大人たちの間でも行われていた。 雲合戦の大会は大正から昭和初期にかけて、カジキ町港町のカジキ座と呼ばれる劇場で、毎年5月5日に開催されていた。第二次世界大戦のために、1944年と1945年は中断されたものの、1946年にはカジキ町、菅原神社で再開された。会場は後にカジキ町福祉センターに移され、 開催日も毎年6月の第3日曜日に変更されている。1991年8月にカジキチョークも合戦保存会が設立され、1996年に選択向け民族文化財に選択された。ありがとうございます。